競馬場第11レース。今日のメインレースは第26回のダービー卿チャレンジトロフィー G3 芝 1200m。 つぼみが徐々に開きかけてまいりました。桜の木の下、桜並木が続く一番左の端のところ、 1200m のスタート地点でゲートインはスムーズに進んでいます。最後に AP ジェットが収まってゲートインが完了、スタートしました。コースタート、ゴールドマウンテン外から行きましたが、真ん中からロングキャロットが飛び出していきました。早くもロングキャロット、桜爆心王も積極的に行きました。桜爆心王外から行きますが、真ん中からマザー東証を抜けていきました。マザー東証あるいはその間から萩野彗星バリアントウィナー、桜爆心王はこの2番手集団の一角に続いていきました。萩野彗星ちょっと後退で、ゴールドマウンテン AP ジェット、これも先端に向かって上がって残り800切りました。その後ろですが、中段に控えてロングキャロット、堂島無敵と続いております。3コーナー回っていきます。後続からアクティブハートが続いて、進行ホープ、あるいは大外からビコアルファーが徐々に上がってきた。ビコアルファー中段に進出、あるいは後方から2番手にマイスーパーマン、最後方大気はセントミサイルで4コーナーのカーブに向かいます。桜爆信号がバリアントウィナーをがっちりとマークして4コーナーカーブ、残り400切りました。桜爆信号早くも4コーナーで先頭に変わりました。3番手には堂島無敵が内から上がっている。後続からはゴールドマウンテンを追い込んできた。桜爆信号先頭、桜爆信号先頭、さあ追い出しに入って200を切った。内でバリアントウィナー粘っている。堂島ゴールドマウンテン追い込んできた。 AP ジェットがその後ろから残り 100m を切って、桜爆心王、これは強い、これは強い、2馬身のリード、2番手には堂島無敵上がった。桜爆心王合流。しかしこの競争審議、桜爆心王堂々と抜け出しましたが、第11レースのダービー卿チャレンジトロフィーは審議を行います。